ごい暑いですね。はい、港町リバープレイスにお越しの皆さん、はじめまして、さつきりーなと申します。とね、ちょっとだけ自己紹介があるので、やらせてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、とね、私がどんよりなしてるそこの君君君君と指を指すところがあるので、指を指してほしい人は全力で手を挙げてください。はい、OK かな。じゃあやりますよ、いきますね。ガイオリーナしてるそこの君君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 、ウーカリーナしとったらリーナにハートを続かれんで、はい、ありがとうございます。はい、広報委員永遠の20歳さつきリーナと申します。お願いいたします。ありがとうございます。なんか今日ね、なんか私の出演時間になったら雨降るかなと思ったんですけど、雨降らなくてよかったです。皆さんがね、お天気にしてくれたのかなと思うので、はい、ありがとうございます。そしたら、早速、次の曲に参りたいと思います。なんでやねんアイドル、アイドルとかけまして、さつきリーナの毒、その心はどちらもキラキラ輝いてますね。
つだけ告知をさせてください。今月ですね、7月の22日金曜日に、場所がサウンドノート大阪さんで、サツキリーナの初の主催ライブを行わせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、女性の方はちょっと少ないかもしれないんですけど、女性の方はワンコイン500円でプラスワンドリンクなんですけど、でお安くいけますし、ね、男性の方も今日見てちょっとでも本当にちょっとでも興味を持っていただけたら遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、でこの後主演の物販ありますので、初見さん初めてサツキリーナの物販に来た、来られた方はツーショット写真が無料でついてきますので、ツーショットだけね撮りに来るのでも全然大丈夫なので、よかったら遊びに来てください。はい、そんな感じですかね。はい、では以上サツキリーナでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。ありがとう。